ホリエモンチャンネル。それでは今日の質問です。堀江さんが近年学校不要論や、もしご自身が今高校生なら大学へ進学しないといったろうを主張されているのをよく目にします。そしてこれは堀江さんのような主体的に物事を学び実践できる意欲も能力も持ち合わせている方には正論のように感じます。でもいわゆる底辺校の高校で教師をしている私は、国民の知識や学力思考力の、均質化かっこ底上げの観点から、やはり学校は有用だと思います。本当に学校へ通学して最低限度の知識や学力を身につけていない、身につけないといけない知的水準の人たちは、往々にして堀江さんとは違う意味で学校へ通い物事を学ぶ意味を感じていません。よって自主的に学べる仕組みだけが用意されても無意味で、現在のような学校制度やこの制度が持つ一種の強制力が必要だと思います。知識や学力を身につけさせる目的の学校という制度は堀江さん個人には不要でも社会的には必要であり有用であると思われませんか、という質問です。はい、はい、ということで本日のゲストをご紹介します。ゼロ高等学院顧問の成家誠さんと代表の内藤健二さんです。よろしくお願いします。はい、必要ないでしょう。どうせ主体的に覚えない知識は身につかないし、だったら楽しく楽に生きた方がいいかと、うん、底辺校で頑張ってるんですね。この方は教師として頑張ってるんですね、うん、申し訳ないですけどあんまり意味がないと思います、うん、ね。底辺校ってさ、はい、本当の底辺校ってすごいところがあるわけじゃない、うん、なんかもういわゆるなんていうのかな、チンピラ的な人たちが山のようにいるところのこと言ってんだと思うんだよね、うん、はい、そうだと思いますね。そしたら本当はさ底辺校潰しちゃってもいいんだよね、うん、っていうのはあの犯罪者がそれこそあの経験してるかもしれないけど、一番犯罪を学べる場所どこかって言ったらその刑務所の中だったりするわけじゃない、うん、で要するに主に交われば赤くなるわけじゃないけど、そのやっぱり犯罪とかさ底辺に生きる、いわゆるやば悪い意味での底辺ね、その単純にお金があの稼げないとかじゃなくて、なんだから例えば学んじゃうんだよね学校に行ってさ、覚醒剤の人とか、うん、あの刑務所に入れるべきじゃないと思うんですよね。そうだよね。だって覚醒剤のだってあのうちの、ね、工場にも 7,8 人いたんですけど、やっぱなんかたまにあの昼休みとかにその覚醒剤グループだけで基礎基礎話してるんですよね、うん、何の話してんのって言ったら、いやあの僕社長って呼ばれてたんで、なんかね、社長は社長は聞かない方がいいってくれて、何の話してんのお前らっていう、だから結局情報交換してるんですよね。そうなんだよね。で学生でだけで止まらなくてさ、うん、今度は覚醒剤を手に入れるための犯罪のやり方とか学んじゃうんじゃない、うん、だから底辺校なんかもあるからさ、3年間さ結局いわゆるうんこ座りしてそのなんかやるっていう、その類を学んじゃうわけじゃない。でも、そうですね、でも考えてみたら中卒でさあのそれこそ宮大工とか造船業とか寿司とかさ、うん、そっち の, あの世の中っていうか業界に入っちゃえば、うん、いい人たちだからね、それはそうで、うん、ちゃんとした人たちで、うん、そこで学ぶ通炎がはっきり言ってさ、うん、そのとにかく底辺校で学んでもしょうがないよね、うん、で高校でさこの人言ってんだけど、知的なんだっけ、国民の知識学力、うん、思考力の均質化の観点って言ってんだけど、だってスポーツ選手ほとんど高卒なんじゃないの、テレビですごいいい意見言ってるわけじゃない、うん、野球選手もスポーツ選手もさ、実際高校行ってるけど高校行ってないもんね、行ってないもん全然、うん、だいわゆる知識なんかないもん、にもかかわらず大人になったらあるんだよね、逆に十分なんでの、大人になってから学ぶさ、うん、知識だけで、うん、別に高校で学ぶ必要なんかないんだよねっていうもの、だって例えば、ね、あの中卒で寿司屋になって、うん、高校生ぐらいの年齢からバリバリ握ってたら、うん、いい客つくから、うん、お金も引っ張れるし、うん、何よりもやっぱり人脈と知識がすごいですよね、うん、だって彼らと話してるだけでよっぽど学校の先生なんかと話してるより、うん、その面白い話をしてくれるから、うん、興味を持って多分聞くことができるっていう、うんうんうん、絶対現場で身につく知識の方が大きいですよね。そうだよね、うん、でさそこの現場で刺激受けて、それで宮大工なんていうのは必ずしも自社仏閣だけじゃなくて、例えばこういうところの内装をね、釘がないあの内装、いわゆる木材だけで作った内装なんかも言ってるわけよ。
そうすると瀬下さんのところの話の中で、ね、興味持って歴史勉強始めるとかさ、必ず始まるんだよね。でもその人を聞いてみたら結局中卒だったりするわけじゃない、うん、むしろ高校行った方が良かったなんて思い込んじゃってまた高校に戻るってこともあるんだと思うんだよね。その学校出た後に学習しなくなるっていうのがそもそもおかしいんですよね。そうそうそう、社会に出た時こそ学習すべきだって、うん、いやもうなるべさんのこのアマゾンを読むだけで、そうですね、てかさ社会に出てから学習するような経験がないんだよね、うん、きっかけっていうか必要ないんだもん。だってさ、あのだからさっき言ったようにそれこそしつこいけど宮大工みたいになって、あのすごいそのマンションの中でもいいんだけど素敵な内装を首一本も使わないでやるみたいなことあるわけね、木だけ でそういうのに携わったりすると、それはね、なんかそれをきっかけにしてさ、じゃあこの床の間っていうのはいつできたのかとかさ、何時代なのかとか、ね、何時代ってのは一体なんでそのじゃあ侍はこれやったのかやらなかったのかとかやってるうちに歴史に勉強したりするわけよ。畳きっかけなんだよね。畳の話も俺もなんかのきっかけで畳を学んだら、畳ってすごいなと思って、だってほら平安時代からさみんな椅子に座ってたの、うんうん、日本人も板張りの床で、あ、そうなんですね、うんうん、だって昔のあの絵巻みたいなの見ると椅子が結構使われてた、中国は椅子だから、あ、そっか、うん、奈良なんか奈良時代も完全に椅子で、うん、奈良とか平安の途中まではそうで、でなんか戦国時代とかに武士が殿様だけ一枚の畳に座ってたりとかするんですよ、うん、であの部下たちは板張りの床にね、あれはでしょ、あの床の下からさ槍で突き殺さないためね、やってんだよ。だから殿様畳ってさ、あのこの板よりもよっぽど差し貫きにくいのね、うん、あの柔軟性があるから、うん、なので殿様の下にあの畳引いておくと下から患者がさ、いわゆるあの何忍者がバツってやりづらい、やりづらい、なので要するにケツパッドだね、あれ、ケツパッドだったで、それをあの床全面に敷き詰めたらめっちゃ贅沢だよねっていうところから始まってるんで、まあ贅沢品なんですよね、あれは。だから江戸時代もね、あのかなりくだらないと庶民の家には畳は入ってないですよね、うん、江戸に住んでる町人の家で畳があるってのは本当に大商人だけじゃないですか、うん、大棚の そのしかも客間だけみたいな、だから実はすごい新しい話なんですよ、すごい贅沢品なんだよね、うん、畳職人もでもさどうなっちゃうんだろうね、あれ、あの学校があるんでね畳職人の学校が、うん、そういうのも面白そうですけどね、面白そうなんだけどね、うん、そういうのにね行ってくれる人が増えれば、で日本だけの需要で見ちゃうとダメなんだけど、いい、ね、畳職人がそれこそヨーロッパに行ったら結構食えたりすると思うのね、うん、あのバルセロナなんかに行くと日本だけのあの家具を売っている店とかあるんだよ、そのとこに畳があるんだよ、ちゃんと、ちゃんとで日本で作られた家具だけ売ってるっていう、でそれ多分世界各国にこれから出てくるのね、で理由は簡単で、日本レストランがいっぱい出てくるわけじゃない、ラーメン屋もさ寿司屋もそれこそ絶対いるんだよね、日本の家具とか、あのいわゆる小道具とかさ、俺だからこれから食器がすごいと思うんですよ、あ絶対すごいと思うよ俺も、だそれ海外に持っていくときに英語を喋らなきゃいけないっていう人がいるじゃない、これ多分質問してる人たちってみんなそう言うんだけど、いらねえっていう、もう英語絶対に必要だからね、その時の商売には、てかまあもう本当に単語を知ってや OK ですよね、まさにこれじゃないですか、でこれでいいじゃん下手な英語のまま世界に飛び込むためですよ、ここにもねめっちゃ書いてましたね、ここに下手な英語のペンに俺売り上げ協力しちゃったありがとうございましたはい、ということでですね、じゃあ今日はこんな感じでいいですかね、慣れですね、これ完全にね、はい、じゃあそれでは最後に、なるけさんから告知をお願いします。 Amazon という本を出しましたが、Amazon という本を出す前にですね、いくつか30冊ぐらいの本を出しています。それで未だに売れてる本が大人げない大人になれっていう本が売れてます。で今からそれ書いたのがね10年以上前17年ぐらい前かな、今読んでもだって大人げない大人になれ子供のままで入れてたわけだから、うん、今言ってることと主張は本当に俺変わってないなと思って、すごいなと思って最近、素晴らしいですね、あの読み返してるんですが、はい、いや本当にいい本です
ぜひ皆さんそちらも合わせてご購入ください。じゃあ内藤さんもお願いします。はい、ゼロ高等学院の代表の内藤と申します。多分入ったら面白いことがあると思うんで説明会に来てください。はい、まずは皆さん説明会にお越しください。はい、それでは最後 HIU ニュースに参ります。エンタメグループでは大成功に終わったクリスマスキャロルの次の舞台となる舞台多動力が動き出しています。まずは脚本作りから HIU で舞台制作に携わってみませんかということで、ね、劇団ができちゃいました。あ、劇団ができたんですね。これいやもうまさにそのクリスマス、僕が昔やったクリスマスキャロルって舞台あったじゃないですか。あれを再演したんですよ、うちのメンバーが。そしたらなんか団結しちゃって、そうなんです、取材するとそういうのあるんですよ。やりきっちゃって、はい、だから役者は役者を辞めれないんです。あ、いいこと言うね。おお、やった。おたまにはいいよかった。あ、そういうことなのね。そう、楽しくてしょうがないんで役者は役者を辞めれないんです。だから儲かんなくてもやっちゃうんだ。そうです、だからバイトで稼ごうと思っちゃうんですよ。そうなんだ。そこが構造的な問題で、はい、楽しさを買っちゃってるんで。楽しさ、いいこと言うね今日。多分3ヶ月ぶりぐらいに出ました、いいこと。よかったそうか、楽しさを買っちゃってんだ。そう、だから仕事と思ってないんですよね。楽しさ買ってんですよ自分で。あれでもミュージシャンなんかもそうなんでしょ。あ、楽しさ買ってます、ね、だってさ、あんだけさ、だってポール・マッカートニーとかまた来るじゃん、はい、あの人いくら持ってんのっていう。でわざわざさ、もう70近くなってあんなにツアーしてさ、大変なわけでしょ。でお金の目的とはとても思われないんだよね。うん、これ舞台、多動力の舞台が今度はできるらしいです、うん、今脚本作ってます。舞台多動力本当にやるからね、すごいですね。ね、そういうエンタメが、興味ある方もぜひ HIU 参加してください、うん、ということでこの番組が面白いと思ってくれた方チャンネル登録お願いします。堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケート答えてみてください。あとはメルマガに登録いただくと堀江さんが全質問に答えてくれますのでメルマガ登録もお願いします。はい、はい、ということで本日もありがとうございました。メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。概要ウェブに立てたページが